はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの河原です。では2022鑑定論演習対策講座講義編1回目の講義を行っていきます。論文式試験において鑑定論は、記述をしていく論文と、計算をしていく演習という形で出題形式が分かれてきます。この演習対策講座は、演習の対策として、初めに受講していただくですね、講座ということになってきます。で、演習というのはですね、一言で言うならばですね、基準留意事項の理解を前提とした上で、具体的な事例に当てはめて、電卓を使って計算をしていく、計算問題ということになってきます。ちょっと実際の本試験問題を使って確認していきます。はい、ちょっと画面見てください。これ令和2年の実際の本試験問題ですね。A4 版の本試験問題です。本試験問題のデータは国土交通省のホームページにですね、データがアップされてますので、皆さんですね、誰でも見ることができます。で、ちょっとね、中身見ていきますと、令和2年の鑑定試験ですね、論文式試験で、演習問題ですね、なっています。で、100点満点で試験時間2時間ですね。で、本試験、論文式試験3日間で、最終日3日目の午後の科目、最終科目が演習問題になってますので、午後1時半から3時半ですね、2時間で問題解いていきます。で、注意事項がありまして、縦算のところを見てください。問題用紙は表紙を含めて29ページとなっています。これね、分量がものすごく多いというのが、一つ特徴ですかね。記述をしていく論文の方はですね、同じ A4 版という型は同じなんですけど、横書きで、しかも表紙を含めても2ページぐらいしか、問題文の分量はないんですけど、演習問題はこう30ページ近くですね、令和2年ですと問題量がですね、問題量がですね、多いというのが一つ特徴になっています。で、続いてですね、縦算続き、回答用紙は表紙を含めて10ページとなっています。回答用紙もですね、それなりの量があります。やはり、記述をしていく論文の方はですね、1問あたりですね、25行の回答用紙が2ページですね、50行で、それが2問出ますので、かける2セットですよね。1問あたり25行は1ページ、1ページ25行が2ページで、2問なんでそれが、2セット、表紙を含めても4ページ程度なんですけど、このね、演習の方はですね、表紙含めると10ページ近くの回答用紙が令和2年ですとね、与えられています。具体的に回答用紙見ていきますね。はい、これ令和2年の、実際の本試験の回答用紙です。B4 版ですね、B4 版です。で、これ上はね、実際ホチキス止めされてるんですけど、B4 版です。で、表紙に名前とか受験地とかね、チェックしていくんですけど、で、受けていきますと、見えますかね。まず一番の特徴はですね、このようにあらかじめ回答用紙にこう項目立て等々がですね、印刷されている形式になってきます。記述をしていく論文の方は50行という行しか与えられていません。特にこう項目とかですね、印刷されていません、行だけですね。一方、演習の方で、ね、あらかじめこのように、例えば問いの1の小問1ですと、鑑定評価で求める企画の種類ですね、およびその定義みたいな形で項目立て、さらにはこう下の方行きますと、こう式なんかもあらかじめ印刷されてまして、この空欄のところに数ジュールで計算していくですね、そういった回答用紙になっています。あとは、例えば、このね、問いの2の小問1の丸2、批准価格の査定とありますよね。で、これ4行の中で回答を書いていかなきゃならない、行数制限が課せられています。行数制限ですよね。で、一方ですね、記述をしていく論文の方はですね、1問あたり50行。50行という枠内で書けば、行数は特にですね、例えば小問が1、2、3とあった場合には、小問ごとのですね、分量というのは、それぞれの受験生がですね、50行の中で判断していくということです。特に小問あたりの行数というのは制限はありません。一方、演習の方はですね、小問ごとの行数制限ですね、上限が設定されているんだということになってきます。で、演習というのはね、計算していく問題なんですけど、じゃあ計算、高度な計算必要かというと、微分とか積分とかですね、そういった難しい計算は出ません。いわゆる四則計算ですね、足し算、引き算、掛け算、割り算、単純な計算でですね、計算することができます。ただポイントは、計算に必要な数字を大量の問題文から選び出すですね、そういった手間が演習ですと難しさということになってきます。
なので演習については演習特有のこう問題文の読み込みに慣れるということがポイントになってきます。必要な数字どこから引っ張ってくるのか、そういった、ね、演習問題特有の、ね、問題の読み込みに慣れるということが必要になってきます。で、演習というのはこう数字を使っていきますので、特にこう手法の理解が促進されます。なので、こう演習学習する上ではこう論文との関連を意識して学習をしていくようにしてください。つまりこう、ね、理解を伴った基準留意事項をですね、こう演習の方の計算で生かすとともに、逆に数字を使った演習の計算の方をこの記述の方の論文の手法の理解に役立てるってことですね。相乗効果を意識して、論文と演習ですね、学習をしていくようにしてください。で、この講座はですね、講義編が全6回で、答練編が全2回となっているんですけど、講義編につきましてはですね、お手元送られた教材としてこの演習対策テキストというのがお手元届いていると思います。で、講義編においてはこの演習対策テキストを使いましてですね、内容としましては、まずは基本的な参照ですね、まあ、原価法、取引事例化後収益還元法、あとは更地の鑑定評価特有の章であります開発法、あとは新規賃料を求める章のうち積算法ですね、原価法、取引事例化後収益還元法で開発法、積算法について書類の流れを学んでいきます。あと最終回6回目においては実際の本、ね、問題を使いまして演習問題特有の読み込みについて確認をしていきます。はい、でちょっとね、講座を受ける前にですね、こう事前に準備をしてもらいたいものがありまして、ではお手元この演習対策テキストの表紙のところですね、ちょっと見てください。はい、表紙見てください。枠で囲まれているところですね、そちらちょっと見てください。演習対策講座においては電卓を使用して講義を行います。下記ポイントを備える電卓を各自ご用意願いますとなっています。電卓を使って講義していきますので、お手元ね、電卓を準備していただく必要があります。なので、もしお手元まだね電卓を準備していない方は、これから説明していくポイントを備えたですね、電卓を準備していただいた上で講義ですね、受講するようにしてください。で、ポイントとしましてはですね、まず縦1、おおむね12桁まで計算できるもの、縦2、数字の表示が大きく見やすいものを選んでください。こういった電卓ですよね、大体こう手のひらサイズの電卓ですね、選んでいただければ、桁がね、1234567891011112桁ですね、大体12桁の、表示のものになっていると思います。見えますかね、ちょっと12デジットってありますね、12桁ってそういった、ね、意味になっています。で、だいたい手のひらサイズの選んでいただければ、ね、表示も見やすいものになっているはずです。はい、で続きのものを見ていただきまして、ポイントの縦3から見てください。最低限 GT 機能、メモリー機能がついているものを選んでください。つまりこう電卓の表示として、こういう GT というボタンと、こう M プラス、M マイナスですね。こういったボタンがついている電卓です。例えばね、こちらの電卓もですね、GT というボタンと、こう M プラス、M マイナスね。こういったね、GT 機能、メモリー機能というんですけど、まあ、こういった表示があるものをですね、選ぶようにしてください。で、続いて、縦4。ソーラーパワーだけでなく、電池も内蔵しているものを選んでください。要は、こうね、これ電池だけじゃなくて、これソーラー見えますかね、ソーラーパワーですね、こうなんかツインパワーってなってますよね、電池とソーラーパワーですね、両方備えたものをですね、選ぶようにしてください。電池だけですと電池切れのリスクで、ソーラーパワーだけですと暗いところですと、表示が薄かったり動きが鈍かったりしますので、両方備わってるですね、ツインパワーなものをですね、購入するようにしてください。あとは願書に示されているんですが、縦5、紙に記録する機能、プログラム入力またはプログラム機能、記憶機能のない、計算機能のみのもの、電卓関数は不要となっています。まあ、高度な機能を備えた電卓は使わないでくださいね、そういったものになっています。まあ、大体ですね、量販店とかに行っていただきまして、まあ、3000円から5000円ぐらいの電卓を選んでいただければ、これら要件満たしたですね、電卓になるはずです。講義ではですね、一応3種類ですね、メーカーとしましては、講義の中では、ね、カシオ製のものと、で、分かりますかね、
シャープ製のものと、あとはこれキャノン製のものですね。3つの電卓ね、使って工業していきます。だいたい量販店に行けば、この3つのブランドのね、電卓がずらーっと並んでると思いますので、で、それでこう3000から5000ぐらいの手のひらサイズのものを選んでいただければ、このポイント満たした電卓になるはずです。お手元ね、自宅に電卓があればね、それ使っていただいて構いません。とともにですね、下の方の枠ですね。演習対策講座においてはマーカー等を使用して講義を行います、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープルのマーカーと赤と青のペンを各自ご用意願いますとなっています。講義の中でちょっとマーカーをしていきます。マーカーですよね。ピンク、ブルーで、グリーン、イエロー、パープルとあと少し、太めのペンですかね、赤とペン、これら使用していきますのでですね、ちょっとね、余計な費用かかってしまうかもしれないんですけど、できればこれらマーカーですね、準備をしていただいた上でですね、これからの講義ですね、受講するようにしてください。はい、では中身入っていきます。はい、お手元演習対策テキストですね、ではめくっていただきまして、1ページ目ですね、1ページ目開いてください。はい、1ページ目開いてください。はい、では第1編ですね、取引事例加工からまず学んでいきます。取引事例加工から学んでいきます。ではね、はじめにというところを見てください。はじめにというところですね、そちらを見てください。では、はじめに基準によれば、取引事例加工はまず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情整備、事典修正を行い、かつ地域要因の比較で個別的要因に比較を行って求められた価格を比較考慮し、これによって対象不動産の資産価格を求める生じる、この生じる資産価格を基準価格というと規定されています。もうそろそろ論文対策としても取引事例加工の定義重要ですので、パッパッパッと言えるようになっていただきたいんですが、ざっくり言うと取引事例加工の適用過程というのはまずですね、取引事例をですね、収集します。多数の取引事例を収集、その中から適切な事例を選択します。で、そこから必要に応じて事情補正、事典修正、さらには地域要因の比較、個別適用の比較、要因比較を行っていく、こういった適用の過程ですよね。事例の収集、選択で事情整理、事典修正、要因比較という適用の流れになってきます。第7区、試験ではあらかじめ取引事例が収集されているため、適切な事例の選択以降の作業を行っていくことになってきます。本試験ではあらかじめ取引事例がですね、もう集められている、収集されています。では、この令和2年の本試験問題で言いますと、19ページ目なんですけど、これ令和2年の本試験問題19ページ目なんですけど、資料4という形で取引事例の概要という形でね、表の形で取引事例がですね、あらかじめ収集されています。事例、取引事例の以からですね、地までですよね、1,2,3,4,5,6,7,8,8 事例ですね、あらかじめこれ収集されています。で、ここからですね、適切な事例を選択するという作業からですね、皆さんの判断が必要になってくるんだということになってきます。取引事例はですね、あらかじめ表の形でですね、収集されています。はい、またテキスト戻っていただきまして、1ページ目、はい、じゃ最終2行見てください。試験において取引事例加工は更地に適用することが通常であるため、本編では基本である更地価格を求める場合について学習をしていきます。今までの演習の問題で必ず出される処理が、取引事例加工を適用して更地価格を求めるという処理になってきますので、その適用過程についてこれからですね、詳しく学んでいきます。はい、では2ページ目進んでください。はい、ローマ数字の1のところですね、定義がナンバリングされてですね、フローの形で適用過程が示されています。ローマ数字1のところですね、ナンバリングされて定義がですね、適用過程フローの形で示されています。その中で、丸4、5、6というところを見てください。丸4、
取引事例の個別適用の標準化補正、丸5、地域要因の比較、丸6、対象動産の個別適用の格差修正となっています。この丸4、5、6点何をやっているかというと、これ地域要因および個別的要因の比較を行っています。基準で要因比較のやり方が、こう前段と後段で取引事例確保のところに分かれていたのを覚えてますかね。前段が直接的に要因比較を行う方法で、後段がそれぞれの地域において個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行っていく方法が示されていました。で、ここに示されている丸4、5、6という流れは間接的な要因比較を行う方法が示されているということになってきます。もう少し詳しく、では3ページ真ん中図のようなところを見てください。はい、3ページ真ん中図のようなところを見てください。では同一受給圏内の右、近隣地域内において500平方メートルの対象不動産がありまして、でも左側、同一受給圏内の類似地域内において400平方メートルの取引事例ですね、取引価格総額が1億トンで640万円、でこれを400平米の面積だった単価が26万6千円と示されています。これ取引事例です。で、要因比較というのは具体的にどういった作業かといいますと、対象不動産と取引事例の地域要因、個別適用に比較を行って、要因格差を修正することによって、取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく作業が、具体的な要因比較の方法ということになってきます。要因を比較することによって、格差修正することによって、取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく、そういった作業です。で、直接的な要因比較の方法というのは文字通り、対象不動産と取引事例等ですね、直接要因比較をすることによって取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく、そういった作業です。ただ不動産、特に土地というのは個別性、個性が強いので、直接比較をしてしまうと両者の価格の違いが、そもそも損する地域が違うからなのか、いやいや、それぞれの不動産の個性が違うからなのか、何が原因かが把握しづらいものとなってしまいます。なので、それぞれの地域において標準的な土地というものを設定してですね、設定して、この標準的な土地を介在することによって要因比較を行っていくのが間接的な要因比較の方法ということになっていきます。この標準的な土地を介在させることによって、標準的な土地とね、近隣地域内の標準的な土地と対象不動産を比較すれば、対象不動産の個性が際立ってきますし、一方で類似地域内の標準的な土地と取引事例と比較すれば、取引事例の個性が際立ってきます。さらに類似地域の標準的な土地と近隣地域の標準的な土地を比較すれば、標準的な土地同士を比較すれば、地域の違いも際立ってくるということになってきます。標準的な土地をね、介在することによって個性を際立たせ、地域の違いを把握しやすくする、要因比較の精度を高めていく方法が、個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法ということになってきます。ゆえに、図のすぐ下文章のところ、地域要因および個別的要因の比較は、通常それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法を用いていくんだということになっていきます。実務においても演習においても、通常はこの間接的な要因比較の方法でですね、要因比較は行っていくんだということになってきます。で、この間接的な要因比較の方法ですね、3つの段階ね、過程が分かれていきます。まずは類似地域内の標準的な土地と取引事例と比較することによって、取引事例の個性をなくして類似地域内の標準的な土地の価格を求めていく作業が、これ丸4ですね、標準化補正と言います。事例の個性をなくして、事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていくのが標準化補正です。で、続いて類似地域の標準的な土地と近隣地域の標準的な土地を比較することによって、類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準、要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業が、この丸5ですよね、地域要因の比較ということになってきます。
これ第2段階ですね。で続いて近隣地域内の標準的な土地に対して対象不動産の個性を反映させて対象不動産の価格を求めていく作業がこの丸6ですね。個別的要因の格差修正ということになってきます。段階としては3段階ですね。標準化を据え、で地域要因の比較で個別的の格差修正という過程を得ていきます。でこの丸4、5、6がですね、この2ページナンバリングされて丸4、取引事例の個別的の標準化を据え、丸5、地域要因の比較で丸6、対象動作の個別的の格差修正という形で示されていたんだということになってきます。ではこの取引事例間の適用過程で実際どのように計算していくかと言いますと、はい、下の計算式見てください。2ページ下計算式見てください。基準値を100とした取引事例比較の計算式と略号が示されています。でまずはこの略号ですね、ゴシック体というんですかね、上のところこと、とき、表、地、こ、面って書かれてますよね。これそれぞれの場面においてどのような処理を行っていくのかをですね示している略号なんですけど、下に略号の意味が示されてまして、ことというのはこれ事情補正、時というのは時点修正、表というのは取引事例の個別適用の標準化補正、地というのは地域の比較、こというのは対象動産の個別適用の格差修正で、面というのは面積の反映のことを表しています。で、この式のところでこう文法分子に100が入っているところがありますね。あらかじめ100が入っているところ、100が入っているところがありますね。100、これは基本的には所有のものですね。100を入れれば良いところになっていきます。あらかじめ文法分子に100が入っているところは基本的には所有のものですね。前提とすべきもので100をですね入れれば良いところになっていきます。つまりはこの文書で書かれているところありますよね。ここに問題文から必要な数値を選び出して代入をしていくという作業が必要になってきます。例えば左この事情補正のところの分母、取引事例の取引事情に代わる補正率でありますよね。でこれ必要な数値を問題文からですね選び出してこの分母の方にですね数値を代入していく、そういった作業を必要に行っていく必要があります。でざっくりとですね、イメージとしましてはですね、この式の下のラインですね、下のライン、分母には事例資料の数値、つまり分母にはですね、分母には省略形で取引事例の数値を代入していきます。ざっくりとイメージとしましては分母下のラインには取引事例の数値を入れていきます。一方上のライン分子には求めるべきですね、求めるべき省略形で対象不動産の数値を入れていくんだということになってきます。ざっくりと暗黙のルールとしてですね、下のラインですね、分母には事例資料ですね、取引事例の数値を入れていく。一方上のラインですね、分子には求めるべき対象不動産の数値を入れていくってことですね。これがざっくりとしたイメージということになってきます。はい、では、ちょっと細かくなってしまいますね。一旦じゃここで切っておきますね。はい、じゃ以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。テキスト2ページ開いてください。はい、でこの北の、ね、取引事例加工の計算式ですね、具体的な数字を使ってもう少し詳しく確認していきます。じゃ3ページ上見てください。はい、計算例とタイトルの、ね、右のところ、枠にですね、枠の中に資料に基づく数値を入れて計算をしていきます。なんか計算式こう丸1から丸8でこうナンバリングされてますね。このナンバリングはこの2ページのフローのナンバリングに対応しています。でそれぞれのナンバリング適用過程ごとにですね、3ページ下こう留意点が示されています。留意点ともにですね代入すべき数字確認していきます。はい、まずはスタート時点はですね、取引事例の取引価格から批准をしていきますので取引価格ですね選ぶ必要がありまして、で下の留意点のところを見てください。はい、下留意点のところを見てください。丸1、
通常単価による基準であるので、最後に対象不動産の面積を乗じる必要があります。取引事例の取引価格、使うべきものは総額ではなくて、総額を面積で割った単価を使って基準をしていきます。単価基準です。ただ結論は総額として求めていきますので、最後ですね、面積を乗じる必要があります。で、2ページ、ちょっと計算式のところを見ていただきまして、左足、この取引時の取引価格ですね、こう、括弧単価ってなってますね。単価から基準をしていきます。ただ結論は右端ですね、こう総額として求めていきますので、最後、面積をかける必要があります。でこの結論としての総額は対象不動産としての総額を求めていきますので、かけるべき面積はこれ対象不動産の面積を最後かけていきます。もう一度3ページ類点のところ最後ですね、かけるべき面積は対象不動産の面積を乗じて総額として結論ですね求めていくんだということになってきます。なので使うべき取引価格はこの図の例で言いますと、この総額の1億トンで640万円じゃなくて、この400平米の面積だったこの26万6千円ですね。この単価を使って基準をしていきますので、上の式のところですね。単価を引っ張ってきまして、まずは冒頭に代入するですね。26万6千円をまずは代入していきます。単価基準ということになってきます。続いて丸2、事情補正です。事情補正についてはこの後詳しくやっていきますので、ここでは、じゃ問題文から120という数値が把握できて、それをね、分母の方に代入したとしましょう。詳しくはこの後やっていきますので、ここではですね、120という数字が把握できて、それを、ね、分母に代入したとしましょう。で丸3、時点修正ですね。時点のズレを修正していきます。留意点としましては、はい、下の丸3見てください。取引時点を100とした取引事例ごとの価格時点の価格指数をチェックしていきます。それぞれの事例ごとにですね、取引時点を100とした場合のこの価格時点の価格指数で指数というのが与えられています。それをね、チェックして代入していきます。で、これ代入すべき数字はですね、取引時点の指数じゃなくて価格時点の指数ですね。要は取引事例に関わる数値じゃなくて対象不動産に関わる数値をですねチェックして代入していきます。で、対象不動産に関わる数値は分母分子どちらに入れるかというと、これ分子の方に代入していきますので、3ページ上では問題文からですね 101.2 というですね価格指数が把握できたとするならば、それをですねこれ対象不動産価格時点なので対象不動産に関わる数値なので、分子にですね、分子に 101.2 を代入していきます。問題文で 101.2 というですね、価格時点の価格指数が把握できたとするならば、これ価格時点の指数ですね、対象不動産に関わる数値ですので、対象不動産に関わる数値はですね、分子ですね、上のライン、分子に 101.2 を代入していきます。これ 101.2 というのは分母。取引時点を100とした場合の価格時点の指数が 101.2 という意味ですので、要は取引時点から価格時点まで 1.2% 価格が上昇しているんだとの意味の数字ということになってきます。で、丸4、標準化補正です。取引事例の個性をなくして事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていく作業です。で、チェックすべきものとしましては、じゃあ留意点のところですね。丸を見てください。取引事例の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。チェックすべきものは取引事例の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。で、図のところを見ていただきまして、で左側では類似地域の標準的な土地の評価の点数、まあ評点というんですけど、類似地域内の標準的な土地の評価の点数評点が100であるとして、取引事例の評価の点数がですね、例えば全面道路の道幅が狭くてマイナス 2% の原価が発生していて
98という形で評点が与えられていたとしましょう。類似地域内の標準的な土地の評価の点数評点が100と与えられていて、一方取引事例の評価の点数評点が98と与えられていました。では198と評点が与えられていて、では標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には計算としてはどのような計算をすればいいでしょうか。標準的な土地の評点が100で、取引事例の評点が98と与えられていて、標準的な土地の価格から取引事例の価格を求めていく場合には計算としましては、計算はこれかける 0.98 すればいいということですね。かける 0.98、198と評点が与えられているので、標準的な土地から取引事例の価格を求める場合にはかける 0.98 ということは、逆に取引事例の価格からこの標準的な土地の価格を求める場合には、つまり標準化補正の計算としましては、このかける 0.98 の逆の計算をすればいいということね。つまりはですね、つまりはこれ割る 0.98 を行えば良いということになってきます。標準化補正の計算としてはね、割る 0.98 で、鑑定理論においては割り算というのは扱いづらいので掛け算にして、です分数表示にしていきます。でそれが早めの式のところのこの掛ける98分の100です。これ割る 0.98 しています。割る 0.98 を掛け算の形で、分数表示にしたものがこの掛ける98分の100です。で代入すべきものは、留意点もう一度、取引事例の個別適用にかかる評点ですね。つまり取引事例に関わる数値は分母に代入していきますので、標準化補正は分母に取引事例の評点ですね、98を代入していきます。分母補正ということになっていきます。標準化補正は分母補正ですね、分母に取引事例の個別適用にかかる評点を代入していきます。続いて地域要因の比較です。事例の損する地域、類似地域の地域性をなくして、対象動作の損する近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業ですね。地域要因の比較です。チェックすべきものはですね、下留意点の丸5。取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点をチェックしていきます。地域要因の比較としましては、取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点をチェックしていきます。やはり図のところを見ていただきまして、右、近隣地域の評価の点数評点が100と与えられていまして、一方類似地域の評価の点数、例えば駅地下でプラス 15% で115と与えられているとしましょう。近隣地域の評点が100、一方類似地域の評点が115と与えられていました。ではこのような評点が与えられていて、類似地域の標準的な土地の価格から近隣地域の標準的な土地の価格を求める場合には、この地域要因の比較を行う場合には計算としましてはどのような計算を行えばいいでしょうかね。これ割る 1.15 を行えばよいということになってきます。近隣地域が100、類似地域が115と評点が与えられているならば、類似地域の価格水準から近隣地域の価格水準ですね、まあ、類似地域の標準的な土地の価格から近隣地域の標準的な土地の価格を求める場合には、つまり地域要因の比較の計算としましては割る 1.15 を行えばよいということになっていきます。でこの割る 1.15 をやはり掛け算の形にして分数表示にしたものが、はい、上の式のところですね、かける115分の100ですね。割る 1.15 をしています。割る 1.15 をですね、掛け算の形で分数表示にしたものがかける115分の100ということになっていきます。で代入すべき数値は丸5、取引事例の損する地域の地域用にかかる評点ですね。取引事例にかかる数値は分母に代入していきますので、地域要因の比較もですね、地域要因の比較も分母補正ですね、分母に類似地域の地域要因にかかる評点115をですね、代入していきます。地域要因の比較も分母補正ということになってきます。で地域要因の比較ですね、一点注意点がありまして、はい、下の留意点の丸5、続きの文章を見てください。1行目後半、取引事例が近隣地域に損する場合には地域要因の比較は不要となるブランクバーを記入していきます。
つまりはですね、つまりはこの図のところ、取引事例が近隣地域内に損する場合もあり得るわけですね。近隣地域内に。そうするとこれ地域要因を共通にしていますので、これ地域要因の比較は不要となってきますので、その場合にはこの式のところのこの分母のところにですね、この115と入っているところにこうブランクですね、バーを代入して地域要因の比較は不要なんだって理解をね示していく必要があります。はい、続いて ⑥ 個別的要因の格差修正です。対象動産の個性を反映させていきます。チェックすべき対象は、はい、下の留意点ですね。⑥ 対象不動産の個別的要因にかかる評点をチェックしていきます。対象不動産の個別的要因にかかる評点をチェックしていきます。つまりは図のところ、近隣地域の標準的な土地の評価の点数が100と与えられていて、で一方対象不動産、例えば過渡地とかでプラス 2% 増加が発生していて、102という形で評点が与えられていました。では類似地域の標準的な土地の価格から対象不動産の価格を求める場合には、まあ、個別的な格差修正の計算としましては、標準的な土地が100で対象不動産が102と評点が与えられたとするならば、これ計算はどのように行っていけばいいでしょうかね。これはかける 1.02 を行えばいいということで、かける 1.02 で、これ分数表示にしたものがこちらですよね。かける100分の100ですね。これかける 1.02 を行っています。で代入すべき数字はもう一度留意点の6、これ対象不動産の個別適用にかかる評点ですね。対象不動産に関わる数字は分子ですね、上のライン分子に代入していきますので、個別適用の格差修正は分子に対象不動産の個別適用にかかる評点ですね、102を代入していきます。分子補正ということになってきます。で結論、総額として求めていきますので、最後面積をかける必要があります。で結論はね、対象不動産としての総額求めていきますので、かけるべき面積はですね、取引事例の面積400平米じゃなくて、この対象不動産の面積ですね、500平米ですね、かけるべき面積は対象不動産の面積です。なのでこの500平米をですね、最後代入していきます。であとは計算していけばね、総額として結論が求められるですね、そういったこれですね、計算式ということになっていきます。で電卓の入力はですね、この上のライン分子は結局これ掛け算をしていくってことですね。一方分母下のラインは割り算をしていくってことです。例えば事情性のところですと、かける100割る120という形でこう入力をしていけばいいということになってきます。ただもう少し効率的に電卓打っていきます。はい、その効率的な電卓の使用法というところを見てください。評点と100で除した数値を入力することで処理を簡便化していきます。どういったことかと言いますと、例えば事情性のところを見てください。これ分母分子をですね、100で割っていきます。そうするとですね、分子これ割る100しますと、これ結局1になりますよね。計算不要になります。なので、この120を100で割った 1.2 ですね。つまり、事情性は割る 1.2 と入力すればいいんだということになっていきます。分母の割り算です。で、分母分子ね、それで100で割りますと、分子はですね、1で計算不要になりますので、分母の120を100で割った 1.2、分母なんで割る1.2という形でですね、電卓入力していけばいいんだということになっていきます。同じように例えばね、個別的な格差修正、これ分母分子それぞれ100で割っていきますと、分母これ100で割りますとこれ1になって計算不要になりますよね。ってことはこの分子102を100で割った要は 1.02、 これ分子なんでかける1.02 と電卓で入力していけばいいんだということになってきます。はい、ではこの中はじゃあ実際電卓打っていきましょう。手元に電卓準備してください。はい、電卓ね打っていきます。
はい、効率的な電卓の使用法というところですね。そちらの数値線振っていきます。ではスタート時点、取引時点、取り価格、単価です。じゃあ26600を入力してください。26600入力してください。で、自浄性、分母に120があります。120を100で割った 1.2、 分母なんで割る 1.2 ですね。割る 1.2 入力してください。続いて自転修正、分子に 101.2 があります。 101.2 を100で割った 1.012、 分子なんでこれかける 1.012 です。かける 1.012 入力してください。続いて標準化補正ですね。分母に98があります。98を100で割った 0.98、 分母なんで割る 0.98 で、ここで1点注意点がありまして、はい、適切なところ矢印、この 0.98 入力する際は0は入力不要で 0.98 と入力すればこれ足りることになってきます。0はね、わざわざ入力する必要はありません。つまりは、はい、またお手元準備していただきまして、割る 0.98 はですね、割る 0.98 です。割る点、ね、勝手に 0.98 になります。0はわざわざ入力する必要はありません。割る 0.98 を入力すれば勝手に 0.98 となっていきます。では続いて地域要因の比較です。分母に115があります。115を100で割った 1.15、 分母なんで割る 1.15 ですね。割る 1.15 を入力してください。で、続いて個別適用の格差修正、分子に102があります。102を100で割った 1.02、 分子なんでこれかける 1.02 です。かける 1.02 です。で、最後対象動作の面積ですね。じゃあ500平米ですね、かける500でイコールをしてください。そうすると101514みたいに出ませんかね。で、この結論なんですけど、またテキスト、はい、留意点の一番下ですね、丸8というところを見てください。丸8、総額は通常上位4桁目を四捨五入して上位3桁を有効数字として求めていきます。結論としての総額は上位3桁を有効数字として求めていくんだということになってきます。つまりはですね、お手元の電卓の表示ありますよね。で、今こうね、電卓の表示がですね、101514285みたいに出てますよね。なんで上位4桁目ですね、5四捨五入して、結局結論としましては上3桁有効数字で1億トンで200万円という形で総額が求められます。で、四捨五入した場合に使うべき記号がありまして、それがこのイコールの上下に点々がついているもの、これニアリーイコールというんですけど、これ四捨五入した場合にはこのニアリーイコールという記号をですね、使っていくようにしてください。はい、初めはね、どこに何を入れるかですね、判断がなかなか難しいと思うんですが、慣れてくればですね、もう淡々と代入できるようになってきますので、どこに何を入れるかをですね、繰り返しやってですね、しっかりとこう理解してですね、こう淡々と入れられるようにですね、繰り返しやっていくことが重要ということになってきます。はい、ではそれぞれごとのですね、適用過程ですね、確認していきます。はい、じゃあまずはね、事例の選択から確認していきます。4ページ移ってください。はい、それぞれごとの適用過程で確認していきます。はい、まずは事例の選択から確認していく。何でもかんでも事例選べるわけじゃなくてですね、選択要件が必要ですね。それが事例選択4要件ということになってきます。で、まず4要件で、ね、ざっと読んでいきます。基準は、取引事例は原則として近隣地域または同一自給圏内の類地域に存する不動産に係るものうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るものうちから対象不動産の最有効賞が標準的賞と異なる場合等には、同一自給圏内の代替競争不動産に係るものうちから選択するものとする。過去とは指定のほか、次の要件の全部を備えなければならない。1、取引事情が正常なものと認められるものであること、または正常なものに補正することができるものであること。2、時点修正をすることが可能なものであること。3、地域要因の比較、個別的な比較が可能なものであることと規定されています。
事例選択4要件ですよね。キーワードで言うならばゴシック体のところですね。1要件目が、価格関連性、場所的同一性と言いまして、2要件目が事情の正常性、正常性可能性、3要件目が時点修正可能性、4要件目が要因比較可能性とキーワードで言ったりします。このキーワードは演習においてはこのキーワードを使っていいんですけど、論文の方の記述をしていく場合にはちょっとこのキーワードは使わないでください。もしも事例選択4要件論文の方で書かれた場合には、ね、こうしっかりとこの基準通りですね、記述をしていく必要があります。でこの1要件目ですよね。1要件目ではズバリライバルとなる取引事例を選びなさいですね。そういった要件論です。でこの1要件目というのはですね、場合が大きく2つに分かれてましたね。1要件目というのは場合が大きく2つに、論文対策として覚えてますかね。1要件目、最優講習が標準的費用と一致する場合と異なる場合で、ね、場合が大きく2つに分かれてきますね。で異なる場合というのはどういった取引事例を選びなさいとなってますかね。最優講習が標準的費用と異なる場合というのは、これ同一受給圏内の代替競争動産を選びなさいってことになっています。ただ今までの演習においては最優講習が標準的費用と異なる場合というのは出されたことは、ね、ないものになっています。では原則論、最優講習が標準的に一致する場合ですね。この一致する場合もさらに場合が原則例外に分かれてきますよね。例外の場合ってどんな場合ですかね。必要やむを得ない場合にはどういった取引ですかね。近隣地域の周辺の地域に存する不動産を選べなさいというのが必要やむを得ない場合ですね。ただやっぱり今までの演習問題でこの必要やむを得ない場合というのは出たことがありませんので、つまり演習としましての1要件目というのは具体的には1行目、近隣地域または同一受給圏内の類似地域に存する不動産を選びなさいというのが演習における、ね、事実上の1要件目ということになってきます。で、4要件目、地域要因個別的に比較が可能なもの。個別的要因の比較が可能なものというのは具体的にはどういったことですかね。これ2章の分類概念、これ類型ですね。これ同じ類型のものを選びなさい、そういった意味です。個別的要因の比較が可能なものというのは2章の類型、同じ類型のもの、つまりさら地について取引事例確保を適用する場合には取引事例もやはり同じさら地の取引事例を選びなさいというのが個別適用に比較が可能なものということを意味する内容です。ただなんか異類型複合不動産の取引事例が採用できる場合がありますよね。さら地について取引事例確保を適用する場合に異類型の複合不動産の取引事例を採用できる場合がありますよね。それはすぐ下この配分法を適用する場合ということになってきます。じゃあ文章のところ、さら地価格を求める場合の取引事例確保では複合不動産の取引事例について配分法を適用することがある。基準は取引事例が対象不動産と同類型の不動産の分を内包して複合的に構成されている異類型の不動産にかかる場合においては、当該取引事例の取引価格から対象不動産と同類型の不動産以外の分の価格が取引価格等に判明するときはその価格を控除しですね。ここまでが全貫の方法ですよね。いわゆる控除法と呼ばれるものです。で、講談または当該取引価格事例について各構成分の価格の割合が取引価格新規投資等に判明するときは当該事例の取引価格に対象不動産と同類型の不動産の分にかかる構成割合を乗じて対象不動産類型以下事例資料を求めるものとする、この方法を配分法と規定しています。講談がいわゆる割合法と呼ばれるものです。前段の控除法というのは、さら地について適用する場合には複合不動産価格の価格ね、複合不動産としての取引価格から相手方の建物価格を控除することによって、さら地の事例資料を求めていくのが控除法。一方割合法というのは一体としての取引価格にさら地価格の割合をかけることによってさら地としての事例資料を求めていくのが、いわゆる割合法ということになっていきます。配分法というのは前段と後段に分かれてきますね。いわゆる控除法といわゆる割合法に分かれていきます。ただってことですね。5ページ上、演習問題においては前段のいわゆる控除法を適用させるのが通常となっています。これ実務においても演習においても割合法というのは、ほぼ適用できません。なので実際配分法を適用していく場合にはですね、このいわゆる控除法を適用していきます。2行目、
さら地の事例資料配分法、いわゆる控除法を適用して求めることができる場合の要件論が示されています。配分法ですね、いわゆる控除法を適用してさら地の事例資料を求めていく場合のですね、3要件が示されています。はい、では3要件ですね、確認していきます。じゃあまず1要件目ですね、カッコ1というところを見てください。カッコ1、取引、事例不動産がさら地部分を内包している複合不動産であることが必要となってきます。さら地評価対象となる権利は何権ですかね。所有権ですね。つまりこれ、敷地利用権が所有権である複合不動産でなければならないということです。具体的には後ろ括弧、これ地建てまたは貸屋敷を選ばなければならないというのが1要件目ということになっていきます。これいずれも敷地利用権が所有権、つまりさら地を内包していますので、まず配分法を適用してさら地価格を求める場合には、取引事例としましてはさら地部分を内包している複合不動産、つまり敷地利用権が所有権である複合不動産、つまり具体的には地建てもしくは貸屋敷であることがね、まず1要件目必要ということになってきます。では2要件目、括弧に、建物価格が判明していること、または建物価格を求めるための資料が与えられていることです。つまり控除すべき建物価格が明らかなことですね。またはですね、建物価格を求めるための資料が与えられていることですね。これが2要件目ということになってきます。で、3要件目はね、これさら地特有の要件論なんですけど、括弧3、敷地が最有効使用の状態にあることが必要です。さら地常に最有効使用が可能ですので、配分法を適用する場合の取引事例も敷地が最有効使用の状態にある取引事例を採用する必要があるんだということになってきます。この3要件すべて満たしたときに配分法を適用してさら地価格求めることができるんだということになってきます。はい、でした。縦3というところを見てください。被災用事例と書かれています。本試験では事例の選択要件に照らして不採用とすべき事例があれば、その事例番号及び不採用とすべき理由を述べることが求められる場合があります。つまりどの事例を選んだのかよりも、どの事例を選ばなかったのか、不採用事例についてその不採用の理由を書かせるような問題が出されたりすることがあります。要は事例選択4要件のいずれを書くのか、もしくは複合不動産の場合には配分法の3要件のいずれを書くのかですね、それがその記述がね、求められることがですね、本試験ですとあったりするんだということになってきます。はい、ではね、ちょっと詳しくなっていきます。そうですね、一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。